朝からホームセンター。今日は工具会にちょっと来てるんですけど、どうしても床を張るのにエアタッカーっていうのがいるらしいので、それをおなんだすんげえ寝癖探してます。おあったこれか。あー高えな。あーまあでもこれ買ってあとあこれか。あー高えな。あーなるほど、このぐらいは金かけなきゃ仕方ないのか。それホースがない。ホースホースも結構すんな。なるほど。こんにちは、どうも中村健太郎です。もうね、あの DIY 作業の方もですね頑張ってやってるんですけど、まあその機会がないというのにかなりね限界を感じたりとかしていたんですが、奥さんに内緒で買っちゃいました。エアーコンプレッサーちっちゃいやつだけどね、お金借りてきて買っちゃったこれ。それと、こちらはですねエアタッカーですね。ちょっと初めていいんだけど、はい、これがエアタッカーっていうらしいです。こうやってガチャンと打つとね、まあ、こういうところが止まると、タッカーを打てる、そのタッカーもねちゃんとステープルもついてるやつを購入してみました。まあ、あとはエアコンプレッサーとつなぐこれね、を買ってきたんですけど、使い方は分かんないし、まあ、どういうものなのかもよく分からないんですが、ちょっと今からこれね、使ってみて、どんな風に使えるのか試してみたいと思います。とりあえず電源入れてみないと分かんない。どうやって使うの？よっ、電源入れました。あ、ここにオンオフって書いてあるんで、これかな。え、オンは上げるか。よっ、おお、なるほどなるほど、これでいいのか。こういう時説明書全然読まないんだよね俺。だって今度これがどうつけるのか、こうかな、これがここかな。ほんでもう一個の方を多分このタッカーにつけるんだと思うんですけど、おお外れない。おおほい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 、これで一応接続は OK っぽいですね。 OK、 こんな感じなんだ。んで今度はこいつに針入れなきゃいけないですね、このタッカーにね。これ購入した時についででついてきたやつなんですけど、よっ、おどっから開けんだろう。破るのか。よし、あめっちゃ入ってる。あっちゃ、ちゃんと綺麗に開けたかった。うお、ぎっしりこいつを入れるんですけど、まあ、結構長いやつね。おう、長さが結構あるやつになります。え、どこに入れるんだろう。あ、ここかな、ここだよね。こうして、え、こうかな。あ、こうだこうだ多分。あ、だだだだだ、折れた。多分こうじゃないかな。うん、ぽい。で、
よいしょ。ああ、なんか折れた。マイクが止まってるし。多分こんな感じでいいんじゃないですかね。うん。よし。では、電源入れてみます。いきなり飛び出したりしないよ。よいしょ。来たー。これなんだ。で、なんかここにケーキがついてるんですけど、これ何も上がっていかないんですよ。あ、回すのかな。違うな。え、これか。これかな、この赤いのかな、これ。ちょっと説明書読むか。なんとなくでも上がっていってる気はするんだけど、待たなきゃいけないのかな。うお、シュッて言った。どうやらしばらく待つとこいつが 0.7 までいくらしいんですよね。そしたら使えるみたい、おそらく。はい、もうしばらく待ってみます。さて、急に停止したんですけど、こちらご覧ください。 0.7 までいったんですよね。メーターが 0.7 までいったところで今完全に停止しました。なので多分これ使ってまたね、空気がなくなってくると、また運転をし始めるんだと思いますけども、結構簡単に、はい、時間が来るとまあパッと止まってくれました。所要時間だいたい5分ぐらいですかね。5分ぐらいで、まあ、きっちり空気が入ったという状態なんだと思います。じゃあちょっと試しにね、今から打っていきたいと思います。さて、では初めての試し打ちやってみたいと思います。使い方自体もこれで合ってるのかちょっとビビりながらなんですけど、おそらくは当てる、そして、おお、え、あれ、針出てない。ちょっと待って、こうかな。あ、針が出てこない。あ、でもやり方はだいぶこれで合ってるみたいです。はい。ちょっと待って、針どうなってんのこれ。これ、ね、ストッパーとかないから怖いんですよね。このホースつないだまま作業するのが。ちょっと針入れ直したんでいけますか。よっ、出てこない。なんで、こっちの使い方ちょっと勉強せないかんね。いや、でもまあこれで使い方は分かったということで、いろいろ試していきたいと思いますが、針が出ない。まあいろいろやってみます。ちょっと入れ方変えたんでもう一回トライします。いきます。おお、入った。いけたいけた。わかります？これね、これなんですけど。おお、簡単、面白い。ちょっといろいろやってみます。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。